こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は挨拶って必要あるのって生徒から聞かれたんですよね。挨拶って本当にやる必要あるのですかっていう話をされたので、ちょっといろいろね、ドラマも見てそういうお話もあったのでお話ししていこうかなと思ってます。僕なりの考えですよ、あくまでも僕なりの考えですが、挨拶って必要あるのっていうのを始めていきたいと思います。まずこういう議題からです。挨拶って必要あるの、まず、今日は寒いですよねって、冬だから当たり前でしょっていう人がたまにいるんですよね。そういう人の話と、男性のと女性のの違い、そして、挨拶って無料じゃないですかっていう僕からのお話ですね。あと、最近の若いもんはっていう言葉がよくあると思うんですけど、そのお話と、夜なのに、おはようございますなんですかってよくね、こう僕ら音楽業界の人、おはようございますって入ってくるんですけど、これもちょっと調べてみたのでお話ししていきたいと思います。それではこういう内容で寝ていきましょう。はい、今日は寒いですね、冬だからって当たり前っていうお話なんですけど、これは小村益次郎さんっていう、歌心っていう本があるんですけど、そういうやつでね書いてあったと思うんですけど、村田蔵六さんという人で、長州の軍師ですね、高杉晋作とかとと、幕末の時に、幕府を倒すためにすごいこう活躍していく軍師になる人なんですが、この人は若い頃に先生先生って言って、こうね、お医者さんだから、先生今日も寒いですねって言ったら、冬だから当たり前でしょっていうような話をしたとかね。あと、この間ちょっとドラマで見たんですけど、Amazon プライムになったからね、大豆田とわ子のちょっとコメディのですね、あれ面白いですね。あれで最初の最後の元夫がですね、会議に雑談って必要ですかっていうシーンが第1話にあるんですけど、あ、こういう人、こういうこと言う人いるよなっていうふうに思いましたね。で、よく心理学を勉強しているとですね、ミラーリングとかって言って、相手がこうコーヒーをこうやって飲んでると、自分も同じタイミングでコーヒーを飲んだりとかしてると、本人自身じゃなくて無意識っていうのがね、あ、この人と似てるなとか、あと呼吸を合わせるとかね、すごく言いますよね。こう寝てる間の時に呼吸を合わせるとその人好きになるって、これもちっちゃい子がですね、母親の鼓動と、タイミングが似てるっていうのもあるし、こう母親に抱かれてる時に、そのあ、この人一緒だな、呼吸も一緒だな、つまりこの人は敵じゃないなって思うっていうところがあって、無意識っていうのはやっぱりこう自分と同じ考えをしてる人っていうのはやっぱ求めると思うんですね。なので、別にこれってさ、別に冬だから当たり前って、別に僕が今日朝起きて、今日は寒い、ああこれ日本で初で、俺が一番最初に冬が寒い、今日は寒いって気づいたんだ、寒いですよねっていうふうに言ってるわけじゃなくて、同意を求めてるわけじゃないですかね。寒いから当たり前っていう、当たり前のことを言うなっていうわけではなくて、この当たり前のことを本当に当たり前かっていうのを確認してるというか、要はやっぱりこう同じ考え方なのかなっていうところで、こう安心感を求めてお話をしてるわけじゃないですか。なので、おはようございますとか、今日は寒いですねって言われた時に、ああ、今日も本当になかなか布団から出れないです、ああ僕もそうだわっていう話をね、お互いね、風邪気をつけましょうねって言ったら気持ちいいじゃないですか。で、それでこう相手がこれ嬉しくなるんだったら、それめちゃくちゃ嬉しいと思うんですよね。なんかこう、しかもただじゃないですか、後でお話しますけど。なので、こういう意味では僕はこれすごい必要なことだと思ってるし、人間が打ち解けるときに、なんか嫌いな人間に対して、人間って、その例えばこう人を殺めたりする人っていうのは、その後に自分が不利益を被るっていうことは知っていても感情で言っちゃうわけじゃないですか。人間って感情の生き物だと思うので、その感情の中でこうプラスがこう蓄積していくような、そのジャブみたいなもので、やっぱ挨拶ってすごいそれによって、あ、この人とは仲良く仕事できるなって思う、やっぱ一つのポイントだと思うんですね。雑談とかね。なので、雑談で仕事が決まるってよく言うんですけど、そういう本もあるぐらいで、僕も2冊ぐらいそういう本があったんで読みましたけど、その雑談力ってやつですね。でも、雑談で実際その人のなりが分かって、セールスなんかで言うと誰から買うかっていうのがすごいポイントになると思うんで、そういう意味ではね、めちゃくちゃこう挨拶って一番大事なんじゃないかなと思いますね。特に演奏するときにね、挨拶おはようございますって言って演奏すると、今日よろしくねっていう意味もやっぱあると思いますからね。やっぱりこうなんかこう敵対した状態でいくと、やっぱ悪いとこばっかり探し始めるとうまくいかないので、まずやっぱり最初に、こうお互いこう一緒にやろうねっていうのの、確認みたいなものなので、すごく僕的には大事だとは思っています。自分と同じ気持ちを共感したいっていうのが、寒いのね、今日は寒いよねみたいな感じの共感したいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
なのでね、今日は寒いからって言って、それは寒いのはもう、ね、地質が20、ね、太陽に向かって 23.4 度傾いてて、それがその反対でその日照時間が短いから寒いとか、そういうお話をしてるわけじゃなくて、今日は寒いですね、僕も寒いと思ってるよって言って、お互いその寒い気持ちも耐えながら頑張ろうねとか、今日は暑いですねとか、今日は暖かいですねって、暖かくて気持ちがいいですね、あなたもそうですかっていうところの、お互いみんなそういうふうに思ってるよねっていう共感ですね。共感力ってすごい大事だと思います。共感力って本もあるんですよ。もう何冊か読めましたけどね、こういう本ばっかり読んでますけど。というわけで、今日は寒いですねっていうのが当たり前だから、じゃあ当たり前だから喋らなくていいのかっていうわけじゃなくて、当たり前のことをお互いに共有し合える、共感し合える中で言いましょうっていうのが挨拶の大事なポイントなんじゃないかなって思います。はい、男性能と女性能ということですね。男性がこういう考え方、こういうのっていうのは、その、もう当たり前だろうみたいな考え方っていうのがよくあると思うんですね。これ男性脳の考え方だと僕は思います。狩猟をするのが男性で、まあ、家で老人、怪我人、子供を守るのが女性っていう役割が昔はまああったわけですから、なんか昔の DNA があるっていうか、脳の作りがそうなってるというか、だから男性っていうのはやっぱり答えを求めたがるんですね。質問に対して答えなきゃいけない。こっちが質問するときには何か答えがなければいけないって思いがちなんですよね。すごく合理的な考え方をするんですが、女性っていうのは家で怪我人とか老人とか子供っていうのはもうどうしようもないんですよ。解決法がないんです。怪我人なんていうのは医療が発達してなかった頃なんかっていうのはもう怪我人はもう痛いっていうのを共感してあげるしか方法はないし、子供だってまだ理論通じないし、で老人なんかって言ったらもうちょっとこうね、もう何言ってるのかよくわかんないしみたいな、頑固なおじいちゃんになっちゃってるしみたいな、その中でこう女性たちがこう村でこう守っていくってなると、やっぱ共感なんです。答えはいらないんですよ。もうその状態を共感しながらやっていくっていうのがやっぱりその脳になっていくみたいなね。だから男性のと女性の脳ってちょっと作りが違うって言われてます。右脳と左脳の間の脳幹が女性は太いらしくて、女性ってマルチタスク得意なんですよね。男性ってマルチタスク苦手ですからね。で男性はこう内にこもってストレス解消するんですよ。だからこう脳幹がこう狭いし、だから自分の中をシャットアウトして、それでこういろんなことをこうやりながら、こう頭の中で考えながら、だからこう新聞読んだり、ぼーっと新聞読んだり、ぼーっとテレビ見たりとか、ゲームをしたりとかっていうのがストレス解消になっちゃうわけですね。これ女性はそれは分かんないとかね、いろんなことを同時にやりながら、いろんなことを共感していくっていうのがストレス解消ですから、女性ってこうペチャクチャおしゃべりするとストレス解消になるわけですよ。女性がよく疲れて家に帰ってきた時に、男性がまあその家事とか置いといてちょっとソファでゆっくりしなよっていう、これ男性のこのストレスの解消の仕方なんですね。だけど女性からするとそれじゃあ解消ならないんですよ。仕事もいっぱいあるから、なんかやっぱ仕事こなしながら話を聞いてほしいっていう方がやっぱ女性は大事なわけで、そういったところがやっぱ男女の夫婦間でうまくいかないところのポイントですよね。こういう本があるんですね。これもすごく大事な本なんですけど、冬だから当たり前っていうのはやっぱりこういう男性の的な発想、これやっぱ女性も言うんですけどね、でもやっぱ男性の方がやっぱり割合的には多いのか、男性は質問に対してやっぱ答えを求めがち、女性は共感してほしいっていう、これがやっぱりポイントになるわけですね。まあ、もちろんだから男性女性反対のものも持ってるし、これは一概には言えないけど、そういう風な考え方なんですよっていうことですね。だから男性もやっぱり共感してほしい時ってあるじゃないですか。だって男性ってこうママさんのいる店に飲みに行くのってやっぱ話聞いてほしいんですね。やっぱ共感してほしいんですね。なんか答えが欲しいわけじゃないじゃないですか。答えが欲しいんだったらもっともっとスペシャリストのうちに行くんじゃないですか。でもやっぱりこうママさんに聞いてほしい。キャバクラに行くのもそうですね。若い女の子になんかすごいって言ってほしい。やっぱりその自己承認欲求っていうのがすごい大事だと思うんですね。要は自分が認められたいって思う気持ちってすごい大事。挨拶なんていうのは一番簡単に相手の自己承認欲求っていうか、おはようございますということでね、こうお互いのこう存在を認め合ってるわけですから、それを簡単に無料で相手のものを満たせてあげてるわけですから、これ非常に大事な作業だって、まあ僕は思うというふうに考えていますね。なので、まあ、男性の女性のだと男性の的にはやっぱり挨拶なんていらないんじゃないかなって思いがちですけど、まあ基本的には僕はその相手に対する義務だからやった方がいいんじゃないかなって思ってます。はい、挨拶って無料なんですよ。なので挨拶ってお互いちょっと気持ちよくなることないですか。まあ、こう人によると思うんですね。これだから、まあ、あくまでも僕の考えですよ。僕の考えを押し付けるわけじゃないんで、人によるとは思うんですけど、挨拶ってやっぱりこう
ね、おはようございますって言ってニコってされておはようございますって言われたら、あ、今日も頑張ろうかなって思うわけじゃないですか。で、僕ってね、あの毎日はあのマメタの散歩で毎朝挨拶してるんです。僕2キロぐらい歩くんで結構な数挨拶するんですね。で、挨拶するとき、まあ基本はやっぱりニコニコしないとやっぱり向こうもね、あのムスッとした挨拶すると返してくれないですからね。やっぱりまあ一日に朝の日課としてニコニコしながら散歩しながら歩いてで、おはようございますって言って回るっていうのがまあ僕の日課になってるんですけど、やっぱりそれやり始めてからやっぱすごい、なんていうんですかね、気持ちもやっぱ明るくなりますよね。やっぱ朝の一番に挨拶するってすごくいいことかなと思います。僕はツアーとかでいっぱいあちこち行くんですけど、田舎に行くほどですね、田舎って言うと悪いですけど、地方の方に行くとですね、挨拶を向こうから、ね、おはようございますってね、僕あのシューズ持ってって歩いたりするんで、同じあの犬がいなくても2キロぐらい歩いたりするので、その間でこう挨拶してもらえない、ね、やっぱ都会はね怖いんですかね、やっぱりこうね、変な人いますからね、やっぱりこう殺人とかもあったりするから距離取ろうとするのかな。でも田舎の方ってそのもうみんなおおらかでおはようございますっていう、もう子供の方からガンガン言ってきていただけますからね、すごい気持ちがいいですね。だから特に地方に行った時には必ずジョギングシューズを持ってね、2キロぐらい歩いてます。で、人にギブすると帰ってくるっていうのはもうどんなこうビジネス書を見てもやっぱあるし、で、まあ、情けは人のためならずっていうのは、情けは人のためにならないからやっちゃダメよっていう言葉だと僕はもう思ってたんですけど、これはまあ逆で、人のためじゃなくて最終的に自分に帰ってくるからギブするんだよっていうお話なんですね。これもうギブってね、難しいとこでね、だからこうギブギブっていうのが僕あの苦手だったんですよね。募金ってねすごい苦手だったんですけど、ある本読んだ時に、あの募金っていうのはやっぱりそのなんか、なんで嫌いかっていうと、何に使われてるか分かんないじゃないですか。募金のところの人たちがね、ご飯食ったりするためのお金を払うの嫌だなと思ってたんですけど、やっぱり自分が余裕がある分人にやっぱりギブしていく。で、そのギブするときって大事なのは、そのギブするときの気持ちとか波動であって、そこが大事なだけであって、だからその後にそのお金がどう使われるかっていうのは気にしないとけばいいんじゃない。もうそこに入れた時点で、あなたはそこにそのお金がどう使われるかって、頑張っておいでってお金に言ってあげて、行っておいでって言って言ってあげれば、その後そのお金は十分にあの自由に働いて、また自分の元に帰ってくるんだよって言い方をされてて、あ、すごいいい言葉だなと思って、最近はもう必ずコンビニ行くと10円からね、10円とか、まあ、1円とかね、逆にこう家持って帰るといっぱいに小銭溜まっちゃうじゃないですか。それをもうちょい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 入れるようにしてる。だからアンテナ立ててると、いろんなところに募金箱があるので、募金があるとちょっとあると必ず入れるようにしてますね。でもやっぱり情けは人のためならず、人のためじゃなくて自分に返ってくる。多分おそらくそこのお金を入れるという時の気持ちとか波動とか、そういうのが大事だと思うんですね。波動とかね、もう信じない人も全然信じなくても全然構わないんですけど、見えないものっていっぱい世の中あるわけだし、説明で人間が説明できるものって全体の中のほんの一部だと思うんですね。だから実際脈が下がったらどうかっていう話をしてたとしても、なんで脈がその人間の心臓があって動いてるのっていうところは説明できないわけじゃないですか。だからそういう意味で僕はなんかこう波動とかそういったものっていうのはやっぱあると思ってるんですね。やっぱりそういうなんかこう引き寄せる、同じ人たちってやっぱ集まるじゃないですか。なんか偶然の位置って僕世の中いっぱいあるんですけど、そういうのってやっぱりすごくあると思う。だから引き寄せる力ってある。ただ引き寄せの力で念じてれば必ずそれが手に入る、そんなめちゃくちゃ楽観には思ってないですけど、でもやっぱりギブすると中で返ってくるっていう実際は思ってるし、別にそのために入れるんじゃなくて、やっぱり頑張って役に立ってねって思って投げるっていうところがすごい大事だなって思ってます。募金をすると結局ね、お金がかかっちゃうじゃないですか。でも笑顔と挨拶って無料で最大のギブだと思うんですよ。これまあ人によりますよ。それが本当にギブじゃないって思ってる人もいると思うし、そんなもんもらってるわけでもないと思ってる人もいるかもしれないから、あくまでも僕の考えですけど、まあ笑顔と挨拶では無料で最大のギブだと僕は思ってます。はい、最近の若いもんはってやつですね。この言葉ってメソポタミア文明のくさび文字にも書かれてるらしいんですね。なので、まあ昔からあるんですよ。ね、なので今の若い人がダメなわけじゃない。僕はそう思ってます。会社とかですね、例えば環境、例えば地方に行ったら若い子からどんどん挨拶するところもあるわけじゃないですか。そしたら若い子っていうふうにくくれないわけじゃないですか。で、これって何かっていうと、要は自分が挨拶しないから向こうも返さないんですよ。そういう雰囲気を作れなかったわけですね。だから最近の若いものは、
俺らの時代と違う。俺らの時代は上の人がそういう雰囲気を作ったからそうだったわけで、自分たちがそれができないだかったから、だから下の人が育たなかったわけだと僕は思ってます。なのでこの言葉は絶対うまいっていうふうに思ってます。だからやっぱり自分挨拶をしてほしかったら挨拶をしろって言うんじゃなくて、自分からニコニコ笑って挨拶してて、挨拶すると気持ちいいよねっていう感覚が身についてくると、みんな挨拶し始めると思うんですね。その環境を自分が作っていくもの、若い世代っていうのは自分が作っていくものだと思ってるんですね。若い世代が、あ、最近の若いもんはって自分が思った時っていうのは、あ、自分がダメだったんだって思うようには僕はしてますね。これはまああくまでも僕の考えですけど。で、おはようございますって言われて返すのは返事なんですね。だから挨拶してるよってよく言う人いますけど、みんなに言われて、あ、おはようって言ってるのは、これは返事してるだけなので、挨拶するっていうのは自分が笑顔でおはようございますって言った時が、まあ挨拶だよって、まあある本に書いてあって、なるほどなるほど、そうだなと思って、だからできるだけ自分から率先しておはようございますって言うようにしてます。で、笑顔って目が合った時に大きい声で言わないと結構返してもらえない。それでも返してくれない人います。特に都会はまあまあそうですね。だから名古屋そんな都会じゃないんで、まあほとんど返してくれますけど、たまにやっぱりイヤホンつけてとか、あの、どんなに目が合っておはようございますって言っても無視する人もいますけど、何日か続けてると、あ、この人そういう人なんだっていうふうに思われて挨拶返してくれるようになった人は多いですね。なのでやっぱり笑顔で目が合った時にちゃんとやっぱ気づかれてない、自分に言われてないんじゃないかなと思ったらやっぱ返さないし、なのでやっぱりこうポイントがありますよね、挨拶をし合う時って。だからやっぱり挨拶されて無視されたら、え、なんだって思うかもしれないけど、まあ自分がすることがポイントなので、募金と一緒なので、先に自分がするっていう波動とかその気持ちが大事だと思うんで、まず笑顔で目が合った時に大きな声じゃないと伝わらないっていうのがすごい大事だと思います。はい、夜なのにおはようございますっていうのですね、まあ、生徒に夕方でおはようって言うと、ちっちゃい男の子に、え、こんばんはんでしょうって言われたんですけど、まあ本当にその通りなんですよ。本当に申し訳ないです。本当に。まあ悪習っていうわけじゃないと思うんですけどね。これいろいろちょっと調べてみました。音楽業界は多いような気がします。で、業界っていうか、やっぱアルバイトの挨拶なんかも多いらしいですね。なのでこれ何なのかって調べてみたら、やっぱり業界の人って時間バラバラじゃないですか。だから早い時間からご苦労様ですの意味で、夕方であっても夜であってもおはようございますっていうのを言うようになったっていう言葉があって、まあ実際僕もそうですね。おはようございますっていうのは、この時間こう仕事が始まる時間に対して早い時間からお疲れ様ですっていう意味で僕も言ってたので、おはようございますでいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。これ中国人の僕生徒さんたくさんいて、やっぱザオシャンハオって言うんですけど、あんまそういう言葉はその挨拶っていうのを最初の中国はあんましないみたいなんですね。でもやっぱアメリカでも、例えばそのでも言葉はあるわけじゃないですか。ザオシャンハオっていう言葉もあるし、ドイツがグーテンモーゲンだし、英語はグッドモーニングっていう言葉があるってことは、やっぱりこう日本だけ独特じゃなくて、もう世界共通でどんな民族でもやっぱり挨拶っていうのはするわけじゃないですか。なのでやっぱりそれはやっぱり人間に課せられた、やっぱり一つのなんかこう、やっぱりこうお互いがこう認め合うというところの、やっぱり何のために生きてるかって、やっぱりこう人とつながるために生きてんじゃないかなって僕は思うんですね。やっぱりいい車乗るのも人から認められたいっていうことだったりする。まあもちろんその車乗りたいっていうのもあるんだけど、僕も演奏してると、もちろん自分が演奏するの気持ちいいからいいんだけど、やっぱり多くの人に見てほしい。別に客ゼロでもいいわけじゃないですか。でも客ゼロだったらがっかりするってことは、やっぱりお金の面もあるかもしれないけど、やっぱ見てもらいたいっていうところが、やっぱ認められたいって気持ちもあると思うし、やっぱりその人との関係でやっぱりこう、そのために僕はいるんじゃないかなって思ってるんです。その中でやっぱり人に対してやっぱりこう敬意払うっていう意味では、前にお話しした服装のやつもそうだと思うんですけど、やっぱおはようございますとか、朝におはようございますとか挨拶するっていうのは、やっぱ一番いいんじゃないかなと思います。はい、まあ何を置いても朝から挨拶してると一日気持ちいいですよ。ぜひやってみてくださいっていうことですね。僕はまあ犬の散歩はもう日課ですから、どんなことがあっても朝にね、そのツアーとか行ってない限りは朝必ず散歩してますし、ツアー行った先でもジョギングシューズでうろうろ歩き回ってますから、そんな形でやっぱりこういろんな土地でいろんな人と初めて会う人になんかこう
おはようございますっていうのはね、すごい大事かなと思います。こういう二度と会うことはない人に気を使えるっていうのが多分人間で一番大事なことなんじゃないかなっていうふうには思ったりはしてますね。まあ、あくまでもこれは僕の考え方ですよ。いろんな考え方があるんでね、だからそんなそういう意味では全然いろんな考え方があっていいと思ってますし、僕の考え方がいやいまいちだなと思う人もやっぱりいっぱいいると思いますしね、そうであるべきだとは思ってます。ただそういった中で自分のやっぱ波動の合う人たちと一緒に生きていきたいなとは思ってます。はい、というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。